はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。いつもあのゲストを迎えてのトークが多いんで、久々に、料理でも作りながら、世間話でもしていきたいなと思っております。自分の場合はですね、料理といっても栄養重視、なるべくこう添加物使わないようにちょっと自宅では食べたいなと思ってますので、そんなに大した質素な本当に食事なんですけど、太らないようなね、食事なんですが、ポイント的にはあまり油を使わない、あとは添加物も、あんまり使わないで栄養を取ろうみたいなですね。自宅ではなるべく、そういう、外の食事とは違うようになるように作って食べようかなと思っています。じゃちょっとね、喋りながらやってみましょう。久々ですね。よいしょ。はい、本日はですね、鍋になっております。またね、どうしてもこう鍋が多いんですけれども、今お湯沸かしてますね。それでですね、なるべくこれ今日出汁なんですけど、カツオ風味みたいな、ああいうのはちょっとなるべく使わないようにして、ちょっとこう天然系ですね、使おうと。で、素材で今日食べるんで、そんな大した、動画で撮るほどのものではないんですけど、こんな感じで豚肉も、だから油がちょっと少ないももとか使います。ささみはちょっとですね、今日はそうですね、エアフライヤーでちょっと焼こうかなと思ってますが、そんな感じで野菜と、ね、肉とか取れればいいなと。あと今日これ寄せ鍋風なのですね、これ牡蠣があるんですけども、牡蠣はね、本来あまり食べないんですよね。外では食べるんですけど、なんて言うんだろう、ちょっとコレステロール高いのが気になってですね、あんまりこう僕もね、もう食べるとバカバカって食べちゃうんで、なのでちょっと気にしてるんで、本当に気が向いた時だけしか食べません。ああいうイクラとかウニもそうなんですが、好きなんですけどね、あんまり食べないっていう感じで。これ豆腐ですね。豆腐も本当30円40円からいっぱいあるんですけど、自分で豆腐作ったことあるから分かるんですけど、あんまり安いのだとね、安ければいいってもんじゃないですね、豆腐の場合は特に。やっぱ栄養がそれだけね、豆が入ってないと思ったら結構ショックじゃないですか。なのでなるべく豆腐は高いのが僕はおすすめだと思っております。安いのはね、いくらでも作れるだろうなと。そんなことでですね、ちょっと今日は鍋をやっていきたいと思います。特にね、お子さんとかいる家だと、なんていうのかな、例えばシューマイレンジでチンしたとかなんだって、僕んちレンジないんですけど、添加物やっぱりね、特に練り物に関してはもう何入ってるか怪しいんですね。添加物がだいぶ相当数入ってるみたいなので、家とやっぱり外の食事っていうのは内容を分けた方がいいですよね。ただやっぱ家はこう素材で行くのがいいんじゃないかなと個人的には思います。で今日ね、ブロッコリーあるんですけど、これね、本当は別で食べるんですが、もうなんか買っていつもね、買っていつもなんか余っちゃうんですよね、食べるの忘れちゃって。なのであんまり合わないんですけど、ぶち込んでいきたいと思います。これブロッコリーも本当栄養がありますんでね。はい、あれですね、大学の寮、最初に作ったのは大学の寮ですね。すごいね、汚い合宿所でびっくりするようなところだったんですけど、それはあんま喋るとまた怒られちゃうんで、これ芯を取って、雑ですがね、かなり。今日はバッパからね、入れていきましょう。よし、よし。白菜は、キャベツとね、白菜鍋の中入れる、どっち派っていうのはありますが、やっぱ白菜ですよね、僕は。
宮田さんの、UWF、UWF じゃない、CACC 道場のですね、ちゃんこの台所、高円寺、たまに来ますけど、キャベツですね。まあ、それでまあ、美味しいんですけど、何か、こだわりがやっぱあるんでしょうね、キャベツっていう何か。あんまりね、その白菜は使わないみたいですよ。野菜、あ、そうそう、これこれ。これです。ブロッコリー。さあ、とりあえずですね、この芯が栄養あるんですよね。これ本当はスライスして、きんぴらみたいにね、食べると炒めて美味しいんですけど、あんまり、もう鍋と茹でるとかのが多いですね。こんな感じ。しかしあんま切れない包丁ですね、これね。切れない。ただね、僕はもう力があるから大丈夫なんですよ。よっ。まあ、これをね、スライスしたブロッコリーの芯も入れていき、そしてまあすごい大雑把ですが、ブロッコリーも入れていき、ちょっとね、じゃあだし入れますかね。塩とポン酢でいいんですけど、このあごだしをちょっと入れます。天然です。素材そのままってないんですよね。こういうのは家でやってた方がいいと思いますよ。ちょっと豚肉ね、油若干ありますけど、あんまひどいとね、取りますよ僕は。まあ、今日は、まあ、大したあれじゃないんで、これぐらいならね、まあ、いいんじゃないかなと思うんですけど、よく絶対ささみじゃないととかね、そういう人もいるんですよ、ダイエットやって人で。でもそんなね、肉の種類はこだわりません。ただ単に油を取るということだけですね。よいしょ。これはね、こういう最後盛り付けがすっげー下手なんですよ。なので困っちゃう。あ、もうすでに汚いですね。これが困っちゃうんだね、いつもね。塩入れます。沖縄の塩入れすぎちゃったかな。これね、僕ん家なんですけどね、あれエアフライなんですよ。エアフライヤーで炊飯器あるんですけど、レンジとかね、トースターはないんですよね。まあ、トースターもでもエアフライヤーで焼いてたり、ガスレンジで焼いたりするんで、まあ、ないだけなんです。あんまり物もね、増やしたくないんですよね。すごいね、実はシンプルな家でですね。ジブロックで、まあ、味をつけていっちゃいますね。まず、生姜。こんな感じで今やってます。味をつけてます。ニンニク壊れてんな、これ。かかって、あ、片栗粉があるんだね、これね。片栗粉もいいですよね。はい、飲もうかな。ジブロック飲みくちゃにします。飲みくちゃ。しかしね、あんまりプロレス道場には長くいなかったんで、なんていうのかな、料理する機会あんまりなかったんですけど、なんかみんながね、こう作ってるのを見てですね、僕もなんか
プロレスをやめてから、オーストラリアとかオーストラリアに行ってたんで、それでなんか料理するようになって、で、なんかすごい、こう、凝ったものとかもね、作るようになりました。もみで。これは、どうなんですかね。ちょっとエアフライヤーを今、温めていきましょう。温めといて、もちろん、時間がないときは、チューブのニンニクとか生姜も用意してあるんで、そういうのを使うときもあります。あくまでもやっぱり時間ですよね。どうするかっていうのはね。ちょっと日本酒をぶっ込みますかね。さあ、ここで、ちょっと春菊と、もう何が入ってるのか分からなくなっちゃってますが、ちょっとほうれん草を入れて、ちょっと栄養的にはまあいいんじゃないかなと思います。これですね、ヘアフライヤー。フィリップっていう会社だったかな？か、そんなような会社だった。おお、ちょっと片手で難しい。おお、ちょっと待ってくださいね、これ。これはちょっと大変だぞ。これね、エアフライヤーっていうのは、ちょっと、またトースターとかとまた違うんですよね。トースターっていうのは、よいしょ。これ200何十度みたいな設定して、今、多分10分ちょっとで焼き上がると思います。エアフライとトースターの差は、これ、風が回ってんすよ、中にね。なんかこう、カラッとこう、まあ、油使ってないですけど、カラッとこう、仕上がるという。それはいいですね。油がない唐揚げみたいな感触に本当になりますね。はい。わ、もう、炊き上がりました。大体玄米が多いんですけど、あれば、ないと白米とかも買ってくるんで、ちょっとこう、混ざった感じになってますね、これ今。玄米と白米と混ざってる感じになってます、味は美味しいですけどね。なんでこうなっちゃうのかな。どうしようもないですね、これね。で、これね、まあ、ちょっとお好みで、あんまつけないんですけど、ほんと、普段は。ケチャップは添加物意外と少ないんですよ。実は。マスタード。こんなんどうですかね。ささみ。ささみもね、本当は僕はでもジャンクも好きだし、油も大好きなんで、あんまりささみって好きじゃないんですけど、エアフライヤーでやって、柔らかくね、仕上がると、美味しいっていうのを知ってですね。まあ、たまに食べます。まあ、とにかく、豚でも牛でもいいんですけど、バラ肉とか買わないようにしてですね。まあ、とにかく、身を食べると。油を食べたら油になるみたいな、そういうイメージありますね。で、例えばオリーブ油だからいいっていうのもあるんですが、やっぱり油なんで、そう抽出して、取りすぎ、抽出してるわけですよね、油をね。ってことは、もうその植物の中からこう、抽出した油でこう、量がね、もう何個分、オリーブ何個分みたいな油になってるんで、やっぱりそれはもう大量に取ったら、油は油なんでね。まあ、いいとは思わないんで、適量ですね。だからまあ、言っちゃえば油でも添加物でも食べ過ぎなければ、そんな病気にならないのかなと思いますよ。何食べてても。カップラーメンでも食べ過ぎなければ。食べ過ぎる人はダメですね。ということで。これね、カード会社からね、送られてきて、いつもね、こういう、なんかこう、雑誌というか送られてくるんですが、今日、ジョン・レノン特集だったんですね、たまたま。今日ね、これ見ながらね、食べようかなと。いいですね、ちょっとこれをね、見ながら、まあ食べれないけど、まあ、食べてみたいと思います。いただきます。まずは鍋ですね。ちょっとポン酢をかけますかね。さっき味は見たので、ちょっと、
薄味に仕上がってますんで、よっ。ブロッコリー入れるってもだからね、栄養っていいんですけど、味的にはね、あんまり入れない方がいいと思いますけど。うん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 。美味しいです。うん。ポン酢いいですね。で、今日はですね、これ、沖縄のもずくがあったので、もずくも一緒に、こんな大量にね、食べようかと。うん。うまいね。これはいい。うまいですね。おいしい。これですね。じゃあ、ちょっとケチャップつけてみますかね。マスタードはね、僕結構好きでね。マスタードはね、よく食べるんですよね。これはもうね、ささみじゃないですね。ささみですわ。ささみのレベルを超えてます。やっぱりね、ささみって茹でるとね、火加減をすごい弱くして、ぷっとね、止めて何十分か後に揚げてとか。まあ美味しいんですけど、あんまりこう味付けて食べないんで、僕の場合。これはね、最高に美味しいですね。で、まあ、さっき片栗粉使ったんですけど、まあ、小麦粉とか使うとね、カロリーがっていう人もいるんですけど、まあ、少量なんでね、あんまそこまでは気にしてないです。油ほどは。うまい。桃の唐揚げももちろん美味しいんですけど、なんか、それもね、あの、皮取って食べるときはあるんですけど、油使って、例えば油、甘い。もうね、美味しいの当たり前なんですよね。まあ、特に油。なので、いかにあの、家で食べるときは、油を使わず、野菜と、なんかこう、タンパク質を食べれるかっていうのがすごく重要だと思うんで、なんでもね、調味料入れば美味しくなると思うんですよ。味がついちゃえば。だそれをね、なるべくね、こう鍋の素とかも使わずに作って、こう素材でっていうのはいいと思いますね。まあ、タンパク質はそんなにね、まあ、なしっていうのはあんま嫌なんですけど、取りすぎるっていうのもそんなに気にしてなくて、程よい感じで、で、野菜が取れると。これが一番、食事の中では重要視してますね。うん。高校の時のなんか柔道部の先生が、すごい、食事好きで、なんかいい焼肉屋に行ったりだとか、で、柔道の遠征で、富山かな行った時、ものすごいね、魚とかね、食べさせてもらったり、なんかとにかく、世の中こんな美味しいもんあんだなっていうのを気づいて、それで大学で寮に入った時に、ちょっと食べ歩きするんですよね。寮って、つまんないじゃないですか。だから一人で、息抜きで外出て、休みの日は、それこそいい焼肉食べたりとか。まあ、それがね、ほんと唯一の楽しみで。面白いですね。オーストラリアとか、行った時なんか、まあ一人なんで、なんか、こう、孤独になればなるほどね、美味しいもの食べたいなっていう。美味しいものというか、まあ、料理っていうのはすごく楽しみの、本当一つになるんで、そっからなんか料理目覚めちゃった感じしますよね。30ぐらいになった時に、まあ、シンガポールとか、よく行ってて。いや、もうこれからちょっと、美味しいもの食べるかと思って、それで、そのぐらいの時から、こう、レストラン調べて、かなりいろんなとこ行って行って行って。まあ、そういう感じで、なんか、料理好きっていうのは、まあ、続いてるんですけど、まあ、いろいろ食べたんで、もう、なんかあんまり食べ物に関しては、そんなにもう後悔ないぐらいな、感じかもしれないですね。いやー、美味しかった。ちょっと、このジョン・レノンの続きを見ながら、ゆっくりして、
したいとゆっくりしたいと思います。いいですね、ジョン・レノン。じゃあまた、これ Vlog っていうんですかね、ちょっと日常のね、あのやつもちょっと入れていこうかなと思ってますので、またよろしくお願いします。ありがとうございました。